新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに218人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは218人で居住地別では奈良市が47人柏市が27人柏原市が17人などとなっています現在の感染者の数は3823人で重症の人はいません 死亡例の発表はありませんでしたまた県は宇田市にある県消防学校で感染者集団クラスターが発生したと発表しました学生12人の感染が確認されていて同じ病室の学生の間で感染が拡大したと推定されています続いて県内の病床使用率です入院病床全体では10 宿泊療養室は十四パーセントとなっています。曜日ごとの新規感染者の数です。二日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。また県は新型コロナワクチンの広域接種会場で。来月九日から三回目接種に加え。四回目接種も行うと発表しました。会場は奈良市の県文化会館で。予約は明日午前十時から。 予約サイトとコールセンターにて受け付けるということです県内市町村が発行した4回目接種用の接種券を持っている人などが対象となります